疲れ様です。お疲れ様です。目的地福岡市博多区博多駅前。はい、やっとちょっと寒くなってきてさ。寒くなりましたね。なんかこうあったかいもん食べたいなとか。なるほど。やっぱそういう気持ちにはなってるんですよ。なるほど。これは以心伝心してますか。してないかな久々にやっぱりこうしてなかったですね。なんかこうそ期待するとダメなんだよねいやなんか僕がダメみたいな言い方してるけど、いや自分のなんか頭の中で考えたのを勝手にお前分かってるよなっていういやだって見てる人そうでしょう。見てる人もああ寒くなったなーって、額がまたなんかこうあったかい鍋的なものもやってくれるんだろうなっておいおい全然違うじゃないか、サムネ見たら違うじゃないかよみたいないやまあどっちでもいける、あの夏でも冬でも美味しいものを紹介しますよ今日。すごい、言い訳がすごいですねいやいやいや夏でも冬でも美味しいものただこの時期、秋から冬にかけて一番美味しい。本当、はい、秋から冬にかけて一番美味しい、はい、ちょっと待って、もうこの辺りだぞ。あ、もうこの辺りか。この辺りだぞ。もう目的地周辺で案内を。あった、右にあります。右の上。あの、看板出てます。あ、そうですか。はい。寿司？いや。その隣。はじめの一歩。あ、そうです。ここです。はじめの一歩。はじめの。ここ。なんだ。うわ。ランチ。あ、まだやってる。ここです、ね。うわ、ごまサバ。そうです。ごまカンパチ。はい。サバが。ほう。ここも本当有名なんです。え、マジで。はい。なるほどね。今油が乗って美味しくなるってそういう意味ね。はい。いやー、大好きです。大好きです。よかったです。大好きです。いや食べられるといいけどな、すぐ売り切れるって言ったんですよね。マジで？はい。わ、あ、やってますね。やってる。どこどこ？わ、何？2200円。綺麗だね。この本当綺麗なごまさまなんですよ。これ両方頼むか。いやもう本当美味しそうなんですここの。こんなのもすげえぞ。本当美味しい。ごまサバ丼とかでもいいじゃん。あ、いいっすね。いや、ごまカンパチ丼。美味しそう。めちゃくちゃ美味しそう。煮つけ定食とかも美味しそう。うまそう。ここはいい店ですよ。これもいいね。サバカバカツ。美味しそう。ね。うん、美味しそう。いや、ぜひ。はい。ぜひ OK と。夜の店？もともと。基本は夜だと。そうだよね。あ、実はですね、私中島と申しまして、あ、よかったー、失礼します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 、ありがとうございます、よろしくお願いします。え、ごまサバ、ごまカンパチが有名なんですか。そうですね、ごまサバ、ごまカンパチも割といろんなお客様が召し上がっていただいて。で、夜のお店なんですか、基本的には。基本的に夜もやってます。いやー、ありがとうございます。マグロも美味しそう。ガーク、見てみろ、美味しそう。マグロ盛り合わせ丼とかあるぞ。あ、いや、美味しそうですね。ちょっと待って、本マグロ、ウニ丼ってある。うわ、4980。うわ、すごいすげえいや今日はもうけど、ごまサバが取れるですよね、はい、いや、でもさ、はい、いや美味しそう。これさ、ごまサバに、はい、あ、丼いいと思いますけど、このサバカツ、うん、あ、いい、めちゃくちゃいい、ね、サバカツって頼んだことないもんね。はい、あ、いいと思いますよ。いや、綺麗だな。黄身とかこれすごい好きなんじゃないの。あ、ごまサバ明太の。あ、明太、美味しそう。ただ明太はね、ちょっと君にとっておきのランチをちょっと連れていかなきゃいけないなって。あ、すいません。そしたら、このごまさば丼、ごまさば丼ですね、ごまさば丼とこのサバカツのあの定食を一つずついただけますか。ありがとうございます。
せーの、オープン。うわー、綺麗だね。うっそ。いやー、うっそ。かーく、うわー、これすげーぞ。うっそ。うまそう。いや、これ美味しいっすよ。これは絶対うまいっすよ。いや、ここに持ってきたらもうごまの風味が最高。いや、うっそ。でね、あの味はついてるんですが、足りなかったらこのお醤油をかけてください、いうことです。いや、綺麗だね。確かに。ちょっと行くよ。あ、いや、美味しそう。うわ、美味しそう。これ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 、こんな感じ。美味しそう。うまそうだね。うん、いただきます。うわ、うまそう。かくうまめちゃくちゃうまい。あ、このね、あ、うまサバの味がふくよかなのは当然なんですけど、いや、この漬けのタレが、まあ、みりんとかも入れて、で、その後火にかけて飛ばしてんでしょうけど、めちゃくちゃうまい。ガッ、いや、うまそう。これめっちゃうめえぞ。うまそう。うわ、これちょっとこんこん。うわ、すげえな。うわ、うまそう。ちょっとさ、なんとこれにこの明太子がついてたんですよ。いい、おかわり自由の。うわ、そう、おかわり自由なんですよ。ちょっとこれでいってみる。うわ、美味しそう。1たす1が3にも4にもないよ。こういうね、ちゃんとしたお店なんで、こういう茶碗蒸しとかね、茶碗蒸しとかも絶対美味しいんですよ。美味しそう。ガク、サバカツ定食、すげえ。でかっ。でかくないですかこれ。大って書いてあった。うわ、ほんとでかい。おいしそう。うわ、すげえ。ここちょっと行ってみるぞ。はい、うわうわ、サックサクのふっかふか。いや、おいしそう。行くぞ。はい、行くぞ。ここ、うわ、これ見て。あー、おいしそう。ほら、こんなです。すごい、身が分厚いよね、うん、しっかり。で、それを、はい、こう、とんかつソース。うわ、美味しそう。うわ、あー、美味しそう。いただきます。めちゃくちゃ美味しい。うーまこれすげえぞ。あの、今までアジフライでふかふかのアジフライって紹介したことありますよね。でも、もう身の大きさがサバは基本的に違うでしょ。だからもうサックサクでスカッといった時にふっかふっかで、もう全然
味の深みも土がうまいぞ。そうそう、いやガクすごかったな、めちゃくちゃ美味しかったね。で、あのごまさば、ごまカンパチはこれお取り寄せもできるそうです。で、我々ね、ちょっともう時間的に移せなかったですけど、さっと茶漬け、あのだし茶漬けにして最後あの締めました。めちゃくちゃ水槽見た、あれハモか、アナゴかでっかいのが3匹いた。あれ天ぷらにしたらうまいだろうな。